フロリダのディズニーワールドにあるハリウッドスタジオ、リアルなスターウォーズの世界を表現した乗り物やスターウォーズエリア、クオリティが高すぎる数々のショーを見たり、もう一つのパーク、アニマルキングダムに行ってアフリカ旅行気分を味わったりなんかしちゃう、そんな動画をお届けしています。その他のもう2つのパーク、マジックキングダムとエプコットの様子を見たい方はぜひ前編の動画をご確認ください。それではハリウッドスタジオとアニマルキングダムの様子をお楽しみください。ディズニー3日目はハリウッドスタジオにやってきました。このアトラクションはスターウォーズライズオブザレジスタンス、銀河系最速のガラクトのコックピットに乗って乗り込み、スリリングなミッションに挑もうというアトラクションです。スターウォーズ好きにはこの世界観たまらないんじゃないでしょうか。まさかのシステムトラブルで乗り物が完全に止まってしまったなんていうハプニングもありましたが、この後フリーパスを1人2枚もいただけ、なんだかんだラッキーと思いながら一旦インディアナ・ジョーンズのショーを見て休憩することにいたします。ここではアクション映画がどのように作られているかを目の前で見ることができます。さすがアメリカ、このスケール、観客者もすっごく多いし、このステージもものすごく広いし、とにかくスケールがものすごいんです。例えば映画でもあったこのシーン、目の前で見るとやっぱり迫力が本当にすごい。役者さんもやっぱり一流って感じですよね。息を呑むこのシーン、私の友達がアメリカって火の演出大好きだよねって言ってたんだけど、本当にその通りで、たくさん火が出てきます。乗り物でもショーでもよく見ると思います。何度見てもあ大丈夫って思ってしまうこのシーン、ぜひご覧ください。どうぞ。演技力抜群すぎて本当に心配になっちゃいますよね。続いてこちらは戦いのシーンでのクライマックス。役者さんだけではなく効果音をつけている方、ディレクターの方など、たくさんの人が携わって作り上げているこのシーン、そんな視点から見るととっても感慨深いです。このショーを見ると必ずあの映画が見たくなってしまうのは私だけでしょうか。素晴らしい圧巻のフィナーレで満足感を得たので、お昼ご飯にしたいと思います。今日のお昼は照り焼きチキンライスボール、味濃いめでしたがとっても美味しかったです。続いてこちらロックンローラーコースターにやってきました。めちゃくちゃ急発進するタイプのアトラクションでスリル満点です。準備はバッチリということですね。ここからはあんまり見えないんですよね。その見えない怖さもすごいんですけど、本当にこれカウントダウンとともに急発進するんで、ちょっと気をつけてください。心の準備しっかりしておいてね。あ、間もなく発車いたします。ご覧ください。ね、一瞬だったでしょ。続いて美女と野獣のショーを見る前にスタバを片手に行きたいと思います。ディズニーのスタバはいつ行っても大人気です。間に合いました。楽しみ。スタバでは何を購入しましたか？ストロベリー系ですね。なんかレモン、うん、酸っぱい、ちょっと酸っぱい。なんか頼んでないものだけどこんなことはありますね、やっぱり。なんかタピオカの、はい、期間限定の、期間限定のやつ、はい、でなんか結構口コミが高いって聞いて、それにしたつもりだったんですけど、確かに値段が安かったんですよ。あれ？あれ安いな、なんか割引かなみたいな。あれ？ポジティブ。ありがとうございます。いよいよ始まりました。もう最初からこんなに可愛いんだよ、やばくない？私が一番お気に入りのシーンはこちら、どうぞごちそうお召し上がりくださいみたいなシーン、見るだけで本当に幸せな気持ちになっちゃうよね。これぞディズニーマジック。楽しい気持ちからロマンチックで優雅な気持ちに、本当に感動をありがとうって叫びたいところでした。続いてやってきたのがアナ雪のショー。子供にも大人気でした。あの映画の物語をそのまま振り返るっていうテーマな感じなんだけど、ありのままのが出てきた瞬間、もうみんなカラオケ状態で大盛り上がり。アメリカならではの雰囲気で、これは見逃せないかも。一番最初にこれを見た時は私の英語力が全くついていかなくって、
解説の方が何て言ってるのか本当に理解できなかったんだけど、あれから5年経った今 70% ぐらい言ってることが分かるようになってとっても嬉しかった。アメリカンジョークもたくさん言ってて笑えたし、やっぱり英語ができるようになると人生豊かになっていいこといっぱいだなと思えた時間でした。見て、エルサが魔法を使って雪を降らせてくれました。真夏でめちゃくちゃ暑かったフロリダもこれで涼しくなりました。いや、実際中で見れるショーは本当に体も休まるしクールダウンになってとってもおすすめです。フィナーレになるとこんなにたくさん雪も降ってきて豪華キャストに恵まれてみんなテンション上げ上げでした。なんかまるでライブ会場みたいだよね。素敵。あっという間に夜ご飯グリルチキンサンドにしてみました。夜ご飯を食べて向かったのがファンタズミック。大人気すぎるショーなので30分前ぐらいには行くことをおすすめします。待ち時間恒例の波乗りタイム。こういうところにやっぱりアメリカ人のノリの良さっちゅうのが出てますよね。どんな時間も楽しもうとするところ好きです。波乗りの次は携帯のフラッシュライトを焚いてみんなで振りかざします。始まりました。大人気ミッキーの登場です。このショー昔東京ディズニーシーンにあったものと結構似ています。ミッキーの夢の中にいろんな悪役や怖いシーンが出てくるんだけど、最後はミッキーがこれは僕の夢だって言って悪者を退治しちゃうんだよね。最後にはこんなにたくさんのキャラクターに会えちゃうの贅沢すぎない？みんなのお気に入りのキャラクターは誰ですか？ここにいるかな？皆様ダンスもキレッキレですわ。ミッキーだけ白黒なのはどうしてだろう？知ってる方いらっしゃいますか？お決まりの盛大の火と花火でフィナーレです。このショーはやっぱり見る価値絶対絶対ありなので見逃さないようにね。最後のミッキーの瞬間移動にも注目してください。いや、冷静にこの高さに立つミッキー怖いっていう感情はないのかな。すごいな、やっぱりミッキーって何でもできちゃうから本当に尊敬。来たよ来たよ。花火っていうよりも爆発レベルのね、この花火がアメリカらしくていいですよね。なんてたって目の前で見てるから本当本当に迫力も明るさもすごすぎるのです。ディズニー最終日にやってきたのはアニマルキングダム。こちらのパークは日本でいうあのサファリパークとディズニーを融合しましたみたいな感じの遊園地です。このサファリの乗り物は大型トラックに乗っていろんな動物が見れちゃうんです。その日によって見れる動物も違うし、朝と夜に来るだけでも全然動物の活動の仕方が違って飽きずに楽しめちゃうよ。カバさんがお水の中にいます見えますか？気持ちよさそう。これはなんだっけな、オカピーって言ってたかな。あ、みんな大好きキリンさんもいます。結構近いでしょ、見応えあります。今日は結構ラッキーな方でキリンさんにたくさん会えました。いいね、自由で。フラミンゴたちはいつ見ても美しい。アフリカエリアに来るとみんなノリよくダンスしてました。めちゃくちゃ上手に踊っちゃってます。私が一番おすすめしたいのがこちらライオンキングのショーです。まずね、生歌を踊ってくれるんだけど、もうそれが鳥肌ものだし、このお猿さんたちがもうサーカス声でめっちゃ見応えあるの。これさ、相当練習しないとできないと思うんだよね。努力の結晶だな、すごいなって思いながら見てます。多分子供の時の見方と全然違うよね。多分子供だったらカラフルだし、なんか本物のキャラクターいるしみたいな。この生歌もめっちゃ聞かせてあげたいんだけど、多分著作権の関係であげてあげられないんだよね。ごめんなさい。お昼ご飯はアバターのエリアにあるこちらのレストランにやってきました。ここではなんと生のマグロが食べられちゃうんだって。見た目カラフル、味のレポートお願いいたします。どうだろうね、なんかビジュアルはすごいあれみたい、担々麺みたい。うんうん、あったかいね。うん、いい。お、食べたことがない味で美味しかったです。アニマルキングダムには
アトラクションが結構少なめです。そんな中でも人気のジェットコースター系アトラクションがダイノン、恐竜の世界に行こうみたいなテーマになってます。続いてこちらはニモのショー、室内で可愛いミュージカルが楽しめます。一番人気アバターのアトラクションの前にスタバで飲み物をゲットしました。こちらはストロベリークリームフラペチーノにチョコレートソースを追加してアポロ風の味になったものです。見てください、これもうお金かけてるのがよくわかる。めちゃくちゃ壮大な規模感ですよ。これ90分間の待ち時間も意外とあっという間で、これになると仮想空間と現実空間がよくわかんなくなっちゃうのね。それぐらい異次元の乗り物です。最後の締めにバグズライトイヤーの 3D のショーを見ました。ふとしたところにのこのこやってくるカメさん、一生懸命で可愛い、はい、お土産さんをチェック。こちらの扇風機いくらでしょうか。あれ安い、めちゃくちゃ安い。アニマルキングダムから車で10分のところにあるこちらのオンザボーダーが美味しくておすすめ。最後まで見てくれて本当にありがとう。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。またね。